ここが僕たちが泊まる宿でございます。いよいよ到着しましたよ。はい、伊豆屋。いいね。今回メンバーがお世話になる湯河原の老舗旅館伊豆屋、温泉情緒を盛り上げる大正時代の木造和風建築、湯煙漂う名湯は源泉かけ流しの自然あふれる大露天風呂、そして心尽くしのお料理と素朴な旅情を感じる安らぎの宿である。まあ、いろんなことがあったね。ありましたね。いろんなことがあったよ。ありましたね。あった。特にお前あったな。あったね。大吉ちゃん不幸な出来事あったね。もやもやした過去はさ、もうみんなね、大吉ちゃんだけじゃなくて、はい、土屋も、はい、わしも、いろいろ、ね、頑張ったけど、いらない過去はもう全部水に流そう。いらない過去はもう全部流してきれいになろう。ちょっと待って、ちょっと待って。何？ただこれだけ言わせて。何？先、射的の時。射的の時はお前覚えてるよな。射的の時は何？下克上。俺も過去に流すから下克上覚えてるよな。大丈夫。万が一、うん、逆の立場の時は、うん、俺にもその権利があるってことだからな。そうだね。まあ一回ぐらいはね。ねえ。それぐらい大きい。まあ、人としてね。心の広いとこ見せてください。ああ、大吉さんも。もう別に見せてあげてもいいですか。そんなもの。まあもしかしたら、まあ水に流しちゃうのかもしれないし、ね、うん。流れちゃうかもしれない。流れちゃったらごめんね。覚えてる。本当ね、ここの温泉はね、いい温泉だから。もしかしたら流れちゃうかもしれんけど、それは。なるほどね。あ、お湯で。お湯でバーって流しちゃうかもしれんけど、それはごめんな。その時は。綺麗にしちゃうかもしれない。まあ、とりあえず、時間もあれだから、はい。ね。立ち話もあれなんで、おい。温泉入りに行きましょうよ。いいですか？いいですか？もう入っちゃって。行こう。行きましょう。じゃあ、ここだから。じゃあ行きましょう。はい。あー、いいなー。大吉ちゃんきついんじゃない？マジで。うわー、これいい。暑いね。結構暑いね。暑い。全然平気、俺。マジで？ちょうどいい。何やってんの？水風呂に入ってるみたいじゃん。ほら。まあ、ほら。あ、あ、気持ちいい。気持ちいいよ。あっ、マジで。こうやってやったりするじゃん。イエーイ。プールとか。マジで。ふざけんな、マジで。温泉じゃねえ。若い感じなんじゃないよ。温泉はこうじゃねえ。温泉はこうじゃねえ。ザ・役者道温泉川柳対決。イエーイ。ごめん。あまり動けないんだから。ザ・役者道川柳対決。役者として大切な感性と発想力、さらに一瞬のひらめきと文章能力も試されるこの対決、今回はド S ディレクターの独断で採点し、合格するまで湯から上がれないという過酷なルールのもと行われる。果たしてのぼせる前に温泉から出られるのだろうか。あの、僕ですね、ちょっとディレクターの方から情報いただいてですね、はい、なんとこの中のうちの一人がですね、はい、すいません、温泉川柳対決って何をするんですかと。あら、そんなアホがいるんですか。そんなアホがいますよ。あー、びっくりしました。なんかドキドキしてましたけど、僕じゃないですね。僕ではないですね。あ、違いますね。ちょっとドキドキしましたけど、まあ、感じに弱いという。僕もなんか疑われがちですけど、あなたでも、ね、あの、言ってはいないですね。いないですね、そういうことは。リーダー、あなた高らかに温泉川柳対決なんて言ってる場合じゃありませんよ。あなたですか。川柳対決。でさ、川柳って何か分かってる？いや、聞いた。今回のテーマは役者について。役者の悲哀を川柳。悲哀、はい、悲哀、はい、悲哀って分かる、わし悲しいお父さん。はいはい、かっこよく芝居した後酔いつぶれ、いまいち、いまいち。はい、舞台何があっても本番一発。ちょっと待って、全然五七五じゃないですけど、その、あの、馬車さん、ビックリマークは1時になりませんよ。はい、勘弁してください、馬車さん。じゃあ僕いいですか。あ、そう。役者とはいつもどこかで見られてる。 うまい。うまいな。どうですか。オッケー。よっしゃー。 え、どこにうまさがあった。はい、見られてるじゃん。いつもどこか。悲しくない、それって。プライベートないんだよ。あ、そういうことか。舞台人、表でド派で袖走る。パニッシュと言いつつ3人ハゲですが、残った一人は神々王子。なんかだったらね。なんかだったら面白いな。はいはいはい、
はい、真ん中の君、名前は、はい、うるせえよ途中から森山さん好きだ。これは割と役者全般に言えることです、はい、まあ悲しいかな、これはよくあることです。いや、よくあること。はい、じゃあ行ってみよう。よっ、舞台人、気合い入れすぎ、ミス王子。あー、なんとなくわかるけどな。うまいな。オッケー。おー、やったやったやった、やった、本番後、ボロクソ言われてまた本番。いいんじゃない。おー、いらっしゃい、いらっしゃい、さよなら。いや、やっぱり俺の、ま、俺の知恵があっただろ。ありがとう。ほら見ろ。あいつまたびっくりマークで最後の一字埋めましたよ。自分の夢、野望、願望。はい、はい、連続技言っていいですか。俺の夢、4人揃って青山だ。連続技だけだな。俺一人、上に行ければそれでよし。オッケー、やー、マジで。はいはいはい、役者の願望、まあ10年後ハゲてても太っていてもやめないよ。お、うまい。オッケー、よっしゃ、うまい、ね、うまい、ね、願望それ。何忘れんな、青山劇場立つ日まで。まあ別にうまいともうまくもない、うまくもなんともないんだよ。はい、はい、パニッシュをブレイクさせて一軒家。まるおめえもかっことねえから普通によかったんだよ。オッケーじゃん、ほら。オッケー、夢だよ、夢と願望だもんだって。ちょっとマシに甘いな。違う、夢と願望だから。まあいいけどな。役者っておいしいな。役者っておいしいな。役者っておいしいな。土屋くん、はい、最善の女子パンティーが見えてるよ。力技じゃね。どうだ。地方ロケ楽しみあるよ、今日見たく。ああ、なるほどね。待ってな。どうだ。すいません、あの、はい、役者とは出会いの多さが宝物。うわ、ちょ、気持ち悪い。お前ちょっと鳥肌立ってきた俺。なんでだよ。あいつだけになって。え、オッケー、本当っすか。オッケー、オッケー。ほら、本当にパンティー見たくないの、みんな。はい、はい、役者って美味しいなって思うときは、弁護士に魚屋八百屋なれちまう。うまいね。うまいでしょ。うまい。ほら、こういうのがうまいっつうんだよ。ほんと分かってないもんね。はい、また俺。パンツとか言ってっからだよ。パンティーだよ。お前に役者になる資格はないね。最終お題、役者失格レベルまで落ちた土屋、挽回なるか。はい、ラスト。メンバーへの不満。はい、オッケー。はい、キッチンから本番中での出来事です。セリフ神、あ、噛んじゃったと言う大輝。あったね、あったね、あったね、最低だね、最低だね。お前、僕ちなみに3つ3人分書いてるんで、3人分発表しちゃっていいですか。はい、じゃあいきます。まず土屋さん、土屋さん、そろそろ外に出てみたら。出てえ、俺だって。佐野さん、はい、10年後いるといいよね、佐野大輝。うせえよ、うせえよ。はい、次鷲尾さんいきます。はい、鷲尾さん、ヒゲのあたりが泥棒だ。これ俺が寒いみたいになってるじゃん。寒くないよ全然。寒いよ、寒くない。何言ってんだよ。それでも俺が出れないみたいじゃん。バチな言う通りですでしょ。エイジはね、4人で一番腹黒い。エイジさん、
若い気持ちは30まで。だから字余りだっつうんですよ。この暑さ同情するなら金をくれ。最終問題で集中力もネタも尽きてきたメンバーたち、最初に風呂から上がれるのは、はいはい、ここまで冴えている森山、見事決めることができるか。はいはいはい、鷲尾さん右から鼻が出てますよ。そういうのはこれで言わないで教えて。俺に直接。残念ながら最終問題合格者なし。しかし次回温泉大喜利対決へと続く、乞うご期待。今度は負けねえぞ。